Hey, what's up everyone? It's Bobby from Q2 Japan, coming at you with a video about the Japanese Folk Toy Museum in Kurashiki, Japan. What are Japanese folk toys, you ask? Well, let's just jump in and find out. どうぞこちらからお入りください。今共同玩具館のこちらの部屋とこちらの棟になっております。この部屋はですね、日本のこう地方別に分けているんです。だからお客様はこの部屋はすごく楽しまれているんですね。私たちの県にはこんなものがあったとかいう、そういう喜び。こちらは開館日の写真なんです。この下にあるのはその当時ね、うちで作ったお雛とか貯金箱で、今はちょっとできてないんですけれど、共同玩具っていうのは地方性っていうのがあるんですね。その地方地方で本当に豊富な材料があったり、それからその地方の特色がやっぱりこの地方別に分かれてるのをご覧になったらよくお分かりになるかなという展示をしております。例えばこの千葉なんですけど、柏っていうところはもう廃絶して今はない。そういうのがもう至る所のがだんだん後継ぎとかがなくなってね、少なくなっている。もう一番それが私たちのもう悲しいとこなんですけど、今沖縄張り子ってありますけれど、やはりこの昔のこの形は今はもうできてない。だからもうそういう意味でやっぱ大切にしないといけないかなと思っております。九州って木がすごく豊富 でこういう木のおもちゃ、これ生地車って言うんですけど、やっぱり木でもみんな車がこうついてて、子供がこう動かして遊ぶ、そういうおもちゃなんです。このね、中国でも山陰は特にね、この天神というその信仰が多いので飾っておりますけれど、特にここは中国だから少し置いてみました。この次の蔵が米蔵です。ここはまず入るとだるま、全国のだるまを集めております。目を入ってないのは目なしだるまって言ってね、なんか願い事があったら一つは黒く塗って、一つは白いままにしてて、それでその願いが叶ったらそれを黒く塗るという、それでそれは倉敷の張り子も目なしだるまなんです。これは高松張り子って言うんですけど、なんかすごく明るく思いませんか。私は思うんですけど、その土地柄で陽光が本当に降り注ぐような町の雰囲気 がおもちゃにもね出ているなと思っております。ここをちょっと見ていただいて、何でもないようなんですけど、この辺はもう江戸時代のおもちゃなんですよ。でその形とそれを今も作り続けているのがここの辺の玩具なんです。ここにある伏見人形って書いてますよね。郷土玩具の中では一番のルーツっていうか、一番にできたのがこの伏見人形で、ここはこの姉様人形言うんですけど、これはみんなお母さんが子供に自分で作って与えてたんです。こんなのおままごとのようにして、とこう入ってみて、天井を見ていただいたらタコなんですね。全国のタコ、一番この真ん中にある大きいタコなん、これは今でも揚げられているんですよ、三条。こちらちょっと見ていただいたらお面、このお面っていうのは秋のお祭り、春祭りの神社の境内でおられていたんですね。でなかなか紙のものは残らないので、ちょっと貴重かなと思っております、こちらは女の子が生まれたら送るお雛様、
ですか、こちらは男の子が生まれるとこの天神をお祝いにするという風習がこの辺りはあるんですよね。でそれでまあ2つ少し集めて全国のお雛と天神が集まっています。それからこの真ん中の男なんですけどおもちゃなんですよね。その当時のめんこっていうおもちゃとかの一番その古いものを並べております。材料が郷土玩具っていうのはもう本当に身近にあるものなんですね。だからまあ本当にさっき言われる土のものだったら粘土であったり畑や田んぼの土、それからあとは紙っていうのは保護紙なんですよ。昔こういろいろ書いた大福帳とかのそれを使って張り子とかを作っているんですよ。これ岡山県の白石島っていうんだけど お雛様の時にこの船に入れてこう流し雛って聞いたことありますか。子供の無病息災を願って身代わりとなってお雛様を藁で作ったあの船に乗せて今も風習で各地に何か所かあるんですよ。鯉のぼりって聞かれたことあるでしょう。男の子ができてその前にこれね上り猿って鯉のぼりより初めにこれ 風をこうはらんでこれがこうなると猿が上っていくというこの缶ができた頃は作られていたということはね飾ってたかなと思う。今はこの鯉のぼりが多いでしょ。この上はあのちょっと木の玩具を下に置いております。木のおもちゃと駒ですね。この辺ね駒って言ってもねお座敷駒なんですよ。でこうお座敷で家の中でこう回すような駒、それがもうみなからくりがあったりしてすごく面白いのが揃ってます。それからこちらはまあ郷土玩具の羽子板。あの羽子板ってこう羽でこう子供が遊ぶんですけど、まあ、この辺りになるとお祝いの時にお正月とかに子供のお節句とかに飾る。ここにあるのは型なんですよね。これに和紙を貼り付けて剥がして空洞になったのが張り子なんです。やっぱり本当に外国の方なんかを見ていただきたいなと思うんですよ。日本の宝と思っております。今ねあの並べてるのはもう1万並べてるんですよ。1万個。郷土玩具ありきではなかったんですよね。まず町並み保存、ここの辺りのその空いてる蔵とか家を何に利用しようかなっていうの、その蔵の結局仕事がなくなってたわけ。昔はそこへお米を入れたりしてそこへ保管してって前の倉敷側からその上方とかへね送り出してた、その保管場所としての蔵だったわけなんだけど、私の父も民芸館の初代館長である殿村吉之助さんが郷土玩具館にしないかっておっしゃったの。それで私もそのもう子供もいたし何か教育に関するね仕事ができたらいいなと思ってた子で、もう先生すぐやりますってその相談に行ったのは私の義父と、まあ、2人で行ったんですけれど、それが始まりなんです。でその時までは郷土玩具そのものに関してそんなに父も私も、まあ、興味もなかったし、そのあまり知らない世界ではあったわけね。そのおすすめいただいた殿村先生は郷土玩具の収集をもうされてて、最初はその先生のものを譲り受けてオープンしたので本当にいいものでオープンできたと思うんですよね。それでその準備の1年間っていうものはやっぱり知事と全国のものず、その郷土玩具の作り手のところを回って、それはまあ
現代のものなんですけど、そこも回って勉強しながら、古いものは収集家の方から譲り受け、まあ、少しずつ集まってきたということなんです。もう初めて郷土玩具に会われた方でも、初めの言葉は、うわ懐かしいわっていう言葉だったんだけど、今はもう本当に懐かしいっていう方はいない。はあ、こんなものがあるの、何これは、初めて見たわっていう方の方が多くなる。その郷土玩具っていうのは自然素材でも全部できているんですよ。でその時に考えて、やっぱり何年か経って、その作る時はなるべくその蔵の姿をそのまま残そうというぐらいだったんですけど、後から何年か経った時に、やっぱり郷土玩具はこの蔵が一番居心地がいいんだなというのが、だから蔵そのものはこう息をしているんですよ、土壁とかは。だから自然に呼吸している中で、やはり郷土玩具はその本当にここが一番いい場所だったんかなというのが、色落ちもしないし、うちへ来てもう50何年、古いものはもう何百年も経っているものも色は落ちないでいる、なんかその自然の力を私が感じております。日本のね、本当にこんなもんがあるんですよっていうのをもう絶対知っていただきたいなと思っているんですよ。お侍さんとかいうだけじゃない、こういう変遷があって現代になってるいうのを、あれその郷土玩具からでもね知ってもらいたいなっていうのはあるんですよね。So the Nihon Kyodo Gangukan, which is the museum that you just saw, is located in the Bikan area of Kurashiki, and it's been around since 1967. So it's quite a long time. I just recently discovered it because of a friend's recommendation, and I'm very happy to have been there and met Oga-san and just like really experienced the whole folk toy culture, because it's something that I knew existed in Japan, but I hadn't really paid attention to it. Go there for 500 yen, it's really quite cheap, and it's one of the most enriching, I think, museum experiences in Okayama. There's a lot to learn. I just think it's really fun too. A lot of the sculptures and like paper mache, just the figures are just pretty wacky, but just they're fun, right? There is an artisanal quality to it, but there's also like a homemade quality to it that really captures the history of Japan. So totally recommended. Thanks as always for watching these videos, guys. Let me know in the comments what you'd like to watch. I do read and try to respond to the comments as much as possible. So if you have anything that you're interested in Japan or just want to know more about, it helps me to focus on what the audience wants to watch. Feel free to comment, like, and subscribe. I'll catch you guys in the next video. Peace.